2013年フリーに選んだのは、2年前と同じテーマ、ロミオとジュリエット。そこには羽生選手のある特別な思いが込められていました。震災があったシーズンに全国を転々としながらアイスショーをこなしながらこの曲を滑っていたので、やっぱりロミオとジュリエットっていう物語自体僕にとってすごく特別なものですし、物語は同じですけどやっぱり全然曲調が違うので、また違った雰囲気で滑れるとは思うんですけれども、今できる最高のロミオとジュリエットをやっていきたいなっていうふうに思ってます。オリンピックシーズンのグランプリファイナル男子シングルを締めくくります。羽生結弦、ロミオとジュリエット。
出し尽くしました。やりきりました。もう成長するしかないんだと自分に常に言い聞かせます羽生結弦。さあ頑張りましたね。金メダルならば間違いなく来年2月のソチオリンピック金メダル候補の一人にもう世界中から羽生の名前が上がるでしょう。最初のこの転倒があってからの演技でしたよね。この後のね、まあ、4回転今までは最初の4回転決まるとここも決まらなかったんですがここ綺麗に決めた。その後も全く揺るぎもしなかったですよね。非常に良かったと思います。世界チャンピオンと戦って最終滑走で迎えてそのプレッシャーの中での演技でした。これもトリプルアクセルトリプルトーループのコンビネーションですからそれも後半なので点数がやっぱり伸びるわけですよね、はい、1.1 倍になりますから、うん、大きいと思います。18歳最後の一日はどんな一日になるでしょう。レッツコースプリーズ。羽生さんの得点193出ました。やったね。フリーの合計もショートも全てに自己ベストを出しました。すごい羽生結弦世界チャンピオンを破って最全力を出し尽くした演技でグランプリファイナル初の金メダルを獲得しました。博多織です。これ